誘惑に負けそうになったんだけど。いや、嘘です。誓いの糸が切れていないからですよ。心を鍛える修行を続けた成果です。切れるように結んであったのです。ええ、見ました。密かの能力って何なの？限りなく見えにくくする技をここで使っています。念で生み出したオーラを目に集中させる。いや、13本だと思うっす。素晴らしい上達ぶりだよ、ズシ。戦えるようになりますよ。君たちはまだ発展途上です。同じくらい遊んで人生を楽しみなさい。最終日にバトル登録をしてください。お客さんだな。まあそう邪険にせず、俺ら結構焦ってんだよ。てめえの都合なんか知るかバーカ。絶対にね。蓄えたその力を一気に外へ。少したった半日で追い抜かれたら立ち直れないっす。じゃあね。体が動かない。おっと。いつがいいんだっけ？これは約束だからな。そうしたらこいつは無傷で君に渡そう。5月29日っと。もう一度言っとくけど、これっきりだぜ。そのサダソって片腕のやつか？あの野郎。昨日のビデオもっぺん見せてよ。右腕を投げてて、そこに一本磁石みたいに引き合う性質があるのか。いいでしょう、合格です。ほら、急にムラムラと戦いたくなって。5月29日なんだ。俺は5月30日。修行と息抜きと睡眠時間は等しい。腹立つな。動くと殺す。天空闘技場での真のバトル。ヒルアちゃんに勝って6勝。5回同じようなカモを見つけて勝てば、サダソ戦の時を迎える。自分が食われる立場の生き物だと。どんな汚い手を使ってもな、ワンフロア丸々占有できるんだぜ。あいつはまだ俺の能力を知らない。あんたの能力なんて関係ない。あんたたちがぐっすり眠っている時、正々堂々と戦おう。うん、戦勝ノンセンス。さ、体調は万全ですか？うん、ウィングさん。ポイント&ノックアウト制。お前の考えなどお見通しよ。今すべてを貴様めがけて飛ばしている。だがよ今の。すげえ。念による防御力が桁違いに上がってやがる。全部竿で叩き落とせたはず。寿司を利用されたことに。今度は俺の番だ。俺の体の一部に引っ掛けて回転を止める。あと一歩。試合続行は不可能でしょう。次は全力でそのカーンぶっ飛ばす。見事な勝利で実力を果たしました。サダス戦不戦勝のキルア選手にとってはこのガキがいくらその道のプロでも思い知らせてやる。ポイント&ノックアウト制。溜めたオーラを一気に封印することで得た推進力を利用し、ツインスネーク出ました。ストングオブディフェンス。同時にこの無知の動きを見切ることは不可能。両方合わせて100万ボルトの電流だ。痛いことには変わりないんだよね。受け止めてくれ。オーケー。俺以外じゃできない勝ち方だからな。やはり先日のゴン選手との戦いで受けたダメ、また一からやり直さなくてはなりません。おっと、ゴン選手、ゾーリア飛んでもんで投げた。おっと、しかしゴン選手前方に進むしかない。捕らえる。場所日時ともに君が決めていい。
いよいよ間近に迫っていた。さらなる念の修行に励んでいた。独自の念を構築していくだけです。物の持つ働きや力を強くする強化系、物質や生物を操る操作系、自分に合った能力を見つけること、もう一つは生活の中で磨かれた才能。その人が生まれつき持っているオーラの性質によって、性質に合わなければ習得に苦労するでしょう。生まれ持つオーラが強化系ならば、オーラをゴム状に変える能力を使っています。操作系の能力も要求されるため、極めれば随一の使い手となっていたでしょう。ダブルを操る操作系の能力も必要とされる。たゆまぬ努力と武芸の才能の賜物。すごい人なのに残念っす。どの系統に属しているか調べる方法なんてあんの？神言流に伝わるオーラの選別法です。強化系の性質に属していることを示しています。水を舐めてみてください。舐める？水の味が変わったんです。どの系統に属するか分かりましたね。その日に決めた。それでは修行の成果を見せてもらいましょうか。次は寿司。いいでしょう。水の勢いでグラスで火が入って、マジやっぱりいいな。頑張れよ。よし、できる。興奮しちゃうじゃないか。はじめ！クレーンヒット！やっぱり実戦技術は天と地の差だ。それならあの手だ。ゴー、ついに渾身の一撃を密かに決めたゴン。密かの顔面を捉えた。それほどダメージを受けたようには見えません。ダメージ重視でポイントをつけるし、戦術点として高く評価されたわけだ。これが本当の勝負ということなのか。念について。君は可愛いな。根拠はないけどね。合ってる、合ってるっす。特質系は個人主義、性格が正反対で惹かれ合う。そんなものがあっという間にゴミへと変わる。僕を失望させるな。早い。 なんというキック力。どうした、かかっておいでよ。このままじゃやられっぱなしだぞ。ゴン、ギョーダ、何が起きるか。剣を剥がすの、僕の意志。
当たればただで一発殴らせてあげよう。肘鉄の時に。サンダー！両手で殴った時だろ！知った。きたな！一つ忠告しておこう。避けることができただろう。気がついたかい？普通は相手を殴った時についでにつける。隠したオーラを強で見破っても意味がないんだ。の攻撃を全て避けなければならないってことっすよね。逃げられない。ああ、その瞳、その表情。ああ、今すぐ君を売れてから。ダウンじゃないよ。すぐ起きたもん。ガードしたし。だって会場を覆い尽くしております。まともに攻撃を食らってもおしまいだ。ダウン&クリーンヒット。左手のオーラを石に投げつけた。発動。でもまだまだ実戦不足。密かに負けない力を見つける。フロアマスターへの挑戦権を獲得しました。判定は公正だと自負している。それも考えてかけないとな。私から言うことはありません。自分、お二人に会えてよかったっす。おっすいつかまた会おう。おっす。さ、もうここには用はねえし、ミトさんにライセンスカードを見せたいんだ。ミトさんに会ってみたいしさ。本当は？バイバイ天空闘技場。目的を達成したゴンの気持ちは爽やか。ミトさん、ミトさん。あなたがキルアね。何にも用意してないわよ。前もって連絡ぐらいくれたらよかったのに。もう全部荷物から出しといてね。洗濯するから。すっげー、うまそう。めぐみへの感謝さ。これがハンターライセンスだよ。いいよ、森でなんか取って食べるから。ゴンたち遅いね。帰ってくるのはきっと夜遅いわよ。しばらくはここでゆっくり休みながら。俺はどうしよっかな。え、お前偉いなって話だよ。稼ぎの漁師が長期滞在するための島なんだ。毎年の友達はキルアが初めてだったんだ。キルアは俺といて楽しい？ほんと恥ずいこと平気で言うよな。お前の親父探しに付き合ってやるか。うん。他にいないんだ。最高だよ。ちょっと口うるさいけど。ジンは私のいとこ。いつもあいつの背中ばかり見てた気がする。最初ゴンの両親は、あいつが抱えていたのがまだ赤ん坊だったあなたよ。別れたのたった一言だけ。はこいつには任せられないって思ってね。泣き叫んでね。おばあちゃん、ジンが小さかった時の話。あんまりそれが続くから。なんだ。あ、そういえばこんなこともあったわ。ハンターになった今、そのデザイン見覚えないか？このカードを差し込むのかも。俺に何かするかもってこと？念のためさ。やっぱりお前もハンターになっちまったか。ハンターになったら渡してくれって。念によって封印されていた箱の中には。よう、ゴン。ハンターってやつは手前勝手なもんだ。そんなに会いたいか。10年以上の時を経ているだろう。ないよ、多分勘だけど。なんで？さあな。ダメだ、止められない。くそ。録音した人間の身長や体重、録音した場所も特定できることもあるしな。能力の持ち主がいてもおかしくないだろう。うん、うん、これ普通のより小さいね。ジョイステーションってゲーム機、3世代前の。うん、あるけど。よし、待ってろ。